アロハタンタンです。本日はコアロハさん、コアロハさんからオピオシリーズといってアカシアを使ってタイで作られているモデルをご紹介いたします。オピオシリーズのテナーサイズ KTO10 というモデルです。こちらはハワイメイドのものとほぼ構造は同じなので、ナットからペグまでの弦の落ち角もほぼありません。なのでテナースケール、弦の長さが長くなってもテンションは柔らかいまま楽しめます。テナーは弾きたいけど弦のテンションがきつすぎて弾けなかったという方にはぜひ試してみてもらいたい一本です。そしてトップ、サイド、バック3面の板をとても薄くすることで共振しやすく、ボリュームがかなり大きく出るように作られております。キー分音がずっしりしております。そのずっしり感じる要因のもう一つが、コアロハはテナーサイズにはロージー弦が張られています。Cどの音よりも音が出せるので、それソロウクレレを弾く方は最近はロージーを使う方は比較的増えてきておりますね。最初からこのロージーがお楽しみいただけます。今回ご紹介いたしましたのはコアロハのオピオシリーズ、テナーサイズで KTO10 今回1本だけ入ってまいりました。このモデル、この個体が気になるという方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。